カール・ライナーはアメリカ合衆国の映画監督、俳優、プロデューサー、脚本家、声優である。息子は同じく映画監督として活動するロブ・ライナー。おいはタレントマネージャーテレビプロデューサーのジョージ・シャピロ。多彩な才能を発揮するカール・ライナーは1922年ドイツ系ユダヤ人移民の両親の子供としてニューヨーク・ブロンクスに生まれる。高校卒業後は ジョージタウン大学に進学し、第二次世界大戦時には、アメリカ陸軍に従事した。復員後、ブロードウェイミュージカルでキャリアをスタート。アメリカにおけるテレビジョン黎明期の1948年から、テレビ番組にも出演し始め、それ以降はシュド、シドシーザーなどの番組に出演して知名度を上げていく。同じくして1954年あたりからは、シーザーのホスト番組で、 脚本も担当している。1959年、デビッド・ニーブン主演のハッピー・アニバーサリーに出演して映画デビューを果たした。1961年には人気テレビ番組のリック・バンダイクショーにクリエイターとして参加し、監督としての手腕も発揮している。映画監督としてのデビューは1967年である。以降は、 映画、テレビドラマなどの監督としての活動を本格化していった。作風としてはコメディを得意とし、人気コメディアンのスティーブ・マーティンとは何度もタンクを組んだ。21世紀に入ってからは再び役者として精力的に活動する。ジョージ・クルーニーやブラッド・ピット、マット・デーモンやバーニー・マックらが出演したエンターテインメント大作オーシャンズ11シリーズでは、 往年の天才詐欺師であるソウルブルームをユーモラスに演じて、その健在ぶりを見せたほか、ジャンルを問わず様々なテレビ番組にも出演した。2020年6月29日、カリフォルニア州ビバリーヒルズの自宅で、老衰のため死去した。ありがとうございます。